おお、アメリカ留学どうだった？うん、なかなか良かったよ。でさ、アメリカの俺の前面がさ、前面、あれ？前面って、日本語でなんて言うんだっけ？なんて言うんだっけ、前面って。忘れちゃった。俺1ヶ月向こうでさ、英語漬けの生活してたから、マジ日本語全然出てこなくなってきたんだよね。なあ、お前さ、ルドラと話したことある？ああ、インド出身の子でしょ？あいつさ、何言ってっかわかんなくない？やっぱ俺、インドなまりわかんねえな。むじいわ。あとお前さ、リーさんと話したことある？ああ、シンガポール出身の子でしょ？彼女も何言ってっかわかんねえんだよな。やっぱ俺、シンガポールなまりは聞き取れねえわ。あとさ、お前、デイビッドと話したことある？イギリス出身の子でしょ？やっぱイギリスなまりも無事いわ。全然わかんねえ。お前、あとさ、スティーブと話したことある？アメリカ出身の子でしょ？やっぱりアメリカ英語も全然わかんねえわ。だったら聞き取れんだよ。もちろん英語を喋れるに越したことはないと思う。でもやっぱり英語っていうのはただのツールだから、コミュニケーションを取るときに、英語が喋れてもコミュニケーション取れなかったら意味ないよね。例えば俺の知ってる英語、ハロー、サンキュー、ハワイユーだけど、もし困ったことないよね。あと俺ももう世界一周とかしたけど、もう英語とかね、いらないよね。結論、英語いらない。すいません。日本人ですか？そうですけど。僕も日本人なんです。今度飲み行きませんか？君さ、ここに何しに来てんの？俺真面目に英語勉強してるんだよね。日本人とつるんでたら勉強にならなくない？でも日本人同士、ほら、来週あるスピーチコンテストとか一緒に協力してやっていけたらいいなって思ってるんですけど。だから俺は英語だけの環境を手に入れるためにここに来たんだよ。悪いけど、日本人とワイワイするような心持ちで来てないから。ごめんね。This is a pen. My father is a good tennis player.